しく姿を見た。私の父の看護をしている看護師さんの姿を見たとき、小学校上がる前だよ、私は絶対に看護師になりたいと思いました。病気になった人の看護をする仕事がしたいなと思いました。思った私は高校を卒業しますと、地元の日赤の看護学校というところがあったから、そこに進みました。そこで初めて分娩室といって赤ちゃんが生まれるお部屋の実習だったんです。そこで赤ちゃんが生まれるのを見ました。すごいと思いました。命が生まれるってこんなにすごいのかって初めて私は知った。何秒か前まではお母さんのお腹の中にいた、声も聞こえない、何にも音もしない、その赤ちゃんがお母さんのワニだからこの世の中に初めて顔を出した時、一番最初に見る顔は助産師さんの顔でした。あなたたちもそうだろう。この世の中に初めてお母さんのワギナ、どこかわかる？おしっこの出るすぐそば、一番大事なところ。だけどこれを言っちゃうとみんな笑うんだよね。いやらしいって言うんだよね。私はみんなに言いたい、俺やっぱりさすがだね。おちんちん言ったら笑うでしょ。なんで笑うの？おちんちんがどんなに大事か知っとる？おちんちんがなければおしっこ出ない、死んじゃうよ。そしてそれはペニスとも言います。このペニスがなければあなたたちが大人になったって赤ちゃんを産むことできないんだよ。赤ちゃんの元が入ってんだよ。こんなに大事なのにあなたたちは笑うんだよね。なんで笑うの？さすが6年生は違う。私の話を聞いてるからだろう。一番大事なところの名前を言ってなんで笑うかって言ったら、悪いけどね、大人が悪いよ、先生たちが悪いよ、親が悪いよ。あなたたちに一番大事なところとして教えてないからだ。だから笑うんだ、下向くんだよ。な、一番大切な大切なところなのに粗末にしてる。そういうことを私は皆さんに伝えたい。一番大切なとこなんだよ。そこの女の人のワギナから赤ちゃんが生まれるということは、あなたたちはそこから生まれてきたの。私もそう、校長先生だってみんなそうなんだよ。そのそこから生まれてきてこの世の中に初めて顔を出したとき、一番いい顔はこの手の顔、助産師の顔、お医者さんかも分かんない。こんな素晴らしい仕事、私は初めて分娩室でそれを見たとき、この命を取り上げる助産師になりたいと思った。赤ちゃんが生まれる場面にお母さんが命を生み出すときにお手伝いができる仕事がしたいと思った。私は今までは看護師さんになりたいと思ったのに、私ミッキーは助産師やと思ったね。赤ちゃんが取り上げられる仕事が毎日したいと思った私は、助産師になるべく、学校はどこを選んだかって言ったら、四国の高知から北海道まで行っちゃったんです。北大の助産師学校へ進んだんです。なんで北海道まで行ったか分かるって言ったって分からんわな。ただ遠いところに行きたかっただけ。私の生き方って単純なんだよ。だからこれをみんなに言いたいの。行ってみたいところがあったら行ってみること、やってみたいことがあったらやってみること、一歩出ていろんなことを経験することが大事。そこで私はいろんな人の出会いをもらいました。お友達がいっぱいできました。助産師の資格を取って初めて就職したのが東京都の都立の病院でした。なんで東京って言ってもそれも分かんない。田舎に育った私は東京に憧れてたから。夢なんてそんなもんだよ、みんな単純。
生まれるところがあった。そこに私は就職しました。そこから助産師として私は出発しました。朝毎朝 NHK でひよっこというのをやってるでしょ。あれが私の姿です。あのような寮で、一つの寮に5人も泊まってた時代です。あのひよっこのあの時代が私があの頃の20歳ぐらいの時だった。そこから出発して、そして一旦高知に帰り、それから茨城県に行って、で夫の転勤で来たのが四国玄関、香川県高松だったんです。なんでこの話をしたか分かる？いろんな生き方があるということ。性教育は、大人たちはこんな言葉聞いたことがない、セックスの教育だった、成功の教育だって。私はみんなに、いずれまだ知らない人も聞こえてくる、どっかで知るかも分かんないけど、エッチなこととして知ってほしくない。一番大事な行為なのに、いやらしいごとく言ってる。だから学校も大人たちもこの言葉を子どもたちに教えるなと言うけど、私は一番大事だから教えます。これから大人になっていく中でいろんなことが起こる。そしてあなたたちのお父さんやお母さんも愛し合う。そしてあなたたちを産んだ元には性行為があったから生まれた。だけど私の考えは、性教育はそんな、それだけ教える教育ではありません。性は心が生きるって書いてある。生きる話、命の話、死んじゃいかん、殺しちゃいかんのが性教育。これが私の考え方です。